自然ガイド環境保全学科の3年生大塚さんがロビーで今作業中です。これは今何をしているところですか？これは今夏休みに週に1回黄斑号巣の調査に行ってたんですけど、それのデータを今まとめてみました。はい、どういう調査をしていたんですか？50×50cm の方形区を作って、その中に生えている植物を全部何が入ってる何が入ってるって書いていって、それの高さとその方形区をなんだろう覆ってる緯度っていうんですけど、はい、それを記入してそれを求めています。はい、始めたのはいつから？始めたのは6月ぐらいからですね。6月から今9月の半ばですが、ちょっと逆ですが、はい、こんな風に植物を一つ一つ書いて、さらに裏にはスケッチもこんな風になって、どこに何が生えてるかっていう、ということなんですね。なんでその黄斑号巣にスポットを当ててるんですか？黄斑号巣っていう植物が特定外来生物で、駆除しなきゃいけないやつなんですけど、駆除するにもいつ抜き取ったらいいかとか、抜き取るのと刈り取るのはどっちが効果的なのかっていうのをまだ全然何も分かってない植物で、その逆に抜き取ったら逆効果で増えちゃうかもとか、そういうのがあるので、なるほど、まず調べていくからっていうのが私の調査の目的ですね。はい、卒業研究のテーマのですね。はい、はい、これはいつまで続くんですか？ちょっとはっきり分かんないんですけど、方形区内の植物が全部枯れるか、雪が積もって調査できなくなるまでだと思います。はい、じゃあ秋まだまだ続きますね。はい、はい、夏休みは研究で頑張っているそうです。ありがとうございました。 ありがとうございました。